ウルク文化は、同期時代から青銅期時代初期にかけて、メソポタミアに存在した、戦士文化、ウバイド文化の次に現れ、ジェムデトナスル文化へと継承されている。ウルク文化という名は、メソポタミア南部のシュメールの都市ル力に由来する。この時期は、都市国家がメソポタミアに多数没興し、都市文化が栄えた時代であった。ウルク文化後期には、 設計文字が次第に現れ始め、制動機も使用され始めた。これら都市国家の登場は、政府組織の登場を示すものである。ただし、強固な社会階層の登場は、ウルク気候機や、紀元前3100年頃の初期、王朝時代開始時あたりまでは、まだ明確ではない。この時期の遺物には、円が斜めになった大量生産のボールがあり、これらは使い捨てで、 大規模な建設工事など、社会の成員が、総出で野外に行った際に持ち出されたものと考えられる。都市の大きさは250エーカーにまで拡大し、ウルク気候期には1万人から2万人が住んだと見られる。ウルク文化の時期分けは、ウルク遺跡の地層に基づいている。ウルクザバイブ層からウルクフォーティン層は、ウルク気のものではなく、先行する、ウバイド気の遺跡と考えられる。 ウルクキの地層は、ウルクフォーティン層からウルクォー層までで、ウルクォー層の後期は、紀元前3300年から紀元前3100年にかけてと考えられる。ウルクスリー層は、紀元前3000年頃で、この頃から初期王朝時代に入ると考えられる。ウルクキには、ペルシア湾から地中海まで交易が広く行われ、広い範囲が植民地として支配された。また、 ウルクキの文化は、メソポタミア南部だけでなく、テッペが裏やテル、ブラックといったメソポタミア北部にまで影響を与えている。ありがとうございます。